あ、大正15年の10月19日、あの斉藤先生の写真の下にかかっているカレンダーの日付は、斉藤先生が亡くなられてからちょうど丸1年目の日付ですね。私がこう言って振り返った。その瞬間に変化した若林博士の表情の恐ろしかったこと、それはほんの一瞬間ではあったが、大きな白い唇をぴったりと閉じて顎をぐっと突き出すと同時に、青白い瞳をいっぱいにむき出して私をにらみつけた。しかもそれがあまりに突然であったために、私も思わず若林博士と同じ表情になってにらみ合ったような気がしたのであったが、そのうちに若林博士は次第に落ち着いてきたらしく、今度はいかにも満足に絶えないというふうに額を輝かして幾度もうなずいた。よくあれにお気がつかれましたね。あなたの過去のご記憶はいよいよ鋭く目覚めてまいります。